本日の第1試合のゲームベストプレイヤー SK 釧路泉山選手にお越しいただきました。泉山選手おめでとうございます。ありがとうございます。8対4ということで、4点差つきました。今日の泉山選手が2ゴール、3アシスト、試合を振り返ってどうでしたか。まあ、本当に交代の人数も1人しかいなかったんで、まあ、気づいたら、まあ、ポイントも自然についてたっていうような感じだったんでとにかく疲れました。はい、そうですね。向こうもあんまり交代選手いず、SK さんもいなかったですもんね。ラストの試合ですね。次6月17日、ワンクレインと、ラストの試合となります。レギュラーシーズンラストの試合の抱負を聞かせてください。まあ今日より難しい試合になると思うんでまず人を集めるところから始めて、まあ、しっかり2連覇できるように頑張りたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。本日のゲームベストプレイヤー泉山選手にお越しいただきました。泉山選手おめでとうございます。ありがとうございます。